てもらう。サードクラッシュ、ファイヤーウェイブ、ブーシャワー。よし、ピュアカタラクト。どりゃ、ほわ、たら。知らなかったのか、俺たち強いんだぜ。ジル、どうかした？いや、なんでもない。そう、さっきの戦いでどこか痛めたり。大丈夫だ、ファルセット。クラベスのことを考えていた。そうよね、あと少しでアンダンティーノの悲願が叶うんだもの。クラベスと一緒に戦いたかったわよね。ファルセット、すまない。ちょっとどうしたのよジル、謝るようなことなんてないじゃない。ねえ、これはあなたの夢なんでしょ？意地の悪い夢よね、クラベスを死なせてしまうなんて。それはそうですね、おっしゃる通りかもしれません。ごめんなさい、冗談よ。この世界があなたの夢だなんて。私はずっと昔からジルとは幼馴染だし、みんなちゃんと自分で考えて行動してる。そうじゃなきゃクラベスが生きた意味がわからない。そうでしょジル？そうだ。そしてクラベスはいつまでも残された者の心に生き続ける。そう、だからやっぱり死んじゃった人にはかなわないのよね。それは違うぞ、ファルセット。え？死者と生者を比べることはできない。だがな、俺たちは生きているんだ。向き合わなければならないのは生きているものに決まっている。俺が命を懸けて守るのは生きている、生きようとしているものだ。バカね、ジル。私たちは守ってもらう必要なんかないわよ。そうだな。守るべきは、向き合うべきは生きているもの。それがあなたの決めた道なのですね。ああ、どうした、急に改まって。驚いたのです。私はいつもエミリアのことを考えて生きてきましたから。あなたも大切な人を亡くしたのね。私の夢の中であっても、彼らは自分自身で考え、意志を持ち、生きている。その点において夢と現実は区別できない。